なお、重ねてご案内でございますけれども、この第6クルーは公開調教への搭乗順が、お手元の資料とは異なってまいりますので、あらかじめご了承ください。 これから申し上げる4頭につきましては登場順が異なります238番246番267番137番以上の4頭につきましては登場順が表と異なりますのでご了承くださいさて馬場の方には第6クルー1組目の2頭が登場いたしました向こう上面カメラが捉えております内側が240番ですフローネ2013オス父はベガバト 斤量は五十八キロです。外側二十二番、ムーニーボンズの十三、オス、ダイワメジャーの三区。五十八キロで騎乗でございます。 第6クルーの1組目2頭がこれから3コーナーから4コーナーへと進んでいきます外少し離れていますけれども22番でスムーニーボンズの13内側ラチに近いところに240番フローネ2013です徐々に加速していきました計測開始2頭が4コーナーをカープ 内側から番フローネです外側22番ムーニー・ボンズの132頭並んでいます並んでいる並んだままでゴール第6クルー1組目の公開調教でございましたタイムです 240番、フタハロンから12秒64、姉妹一ハロン11秒10、22番、フタハロンから12秒49、一ハロン11秒35でした、続きましては267番の公開調教です、続きましては267番の公開調教です、238番と246番につきましては、後ほど登場いたします、267番。 皮脂セーブル二千十三、オスダンスインザダークの三区、六十キロで騎乗です。これからご覧いただきますのは、二百六十七番、皮脂セーブル二千十三の単走での公開調教です。 スピードが上がってきました。二百六十七番、ヒシセーブル二千十三の単走での公開調教。打ち出すを通って四コーナーをカーブ。ゴール前に差し掛かってきます。今ゴール。 267番「ひしセーブル2013」単走での公開調教でしたタイムは2波論から11秒021波論が11秒15でした続きまして第6クルー3組目の公開調教ですまたトラックに2頭が登場してまいりました内側が93番です内側が93番 インシステントの2013オスティンバーカントリーの3区5 8キロで騎乗です外側142番ランバダビーンの2013オスホワイトマズルの3区騎乗者が変更となりました藤原幹雄5 9キロです 3コーナーに差し掛かってきた2頭第6クルーの3組目の公開調教ですスピードが上がって計測ポイントを通過並びます 2頭並んだままで残り1ハロンムチが入った内側インシステントの201393番が先行か外側142番ランバダ・ビーンの2013もり返して並んでゴール第6クルー3クラ目の公開調教でございましたタイムです93番フタハロンから12秒53最後の1ハロン11秒16142番フタハロンから12秒43 姉妹ハロンは11秒37でした続きまして第6クルー4組目の公開調教です内側にいるのが26番です「豊かプリンセス2013メスロージズ・イン・メイ」の3区63キロで騎乗 外は191番、ジョーノ・ヴィクトリア2013、メス・キングカメハメハの3区、57キロで乗っております。 ゆっくりとゆっくりと2頭が34コーナー中間です今残り4 0 0ルのハロンボウ通過内にいるのが26番「豊かプリンセス2013」外が191番「ジョーノ・ヴィクトリア2013」です 今外191番先着でしたタイムが出ます26番フタハロンから11秒9 1ヒトハロンが11秒16191番フタハロンから11秒79最後のヒトハロン10秒78でした続きましては第6クルー5組目 また2頭が出てまいります。内側には151番です。クリスティナ・リッチ2013、メス・中山フェスタの3区、53キロで起場。外ト51番、レインボーファスト2013、メス・アドマイヤムーンの3区、64キロで起場です。 ミトが三コーナーに差し掛かったところです。第六クルーの五組目、内に百五十一番クリ,ステンクリスティナリッチ二千十三、外五十一番レインボーファスト二千十三です。ピッチが上がって、四コーナーを回ります。 うち百五十一番大きく先行。ゴール前最後三馬身ぐらいリードがありました。百五十一番クリスティナリッチ二千十三が先着です。タイムです。百五十一番フタハロンから十一秒九九、姉妹一ハロンが十一秒四四です。 さらに五十一番、二ハロンから十二秒二四、一ハロンが十一秒三一でした。続きまして、第六クルー六組目の公開調教です。単走で行います。二百六十二番。プラススキーの二千十三、オススウェプトオーバーボードの三区。六十キロで騎乗です。 今はまだ3コーナーでゆっくりと前進している262番プラススキーの2013です計測ポイントまもなく少し気合いが入りました今ポイントを通過 単走での公開調教になりました262番今ゴールこの後タイムが出ますタイムです262番フタハロンからが10秒52ヒトハロンが10秒25でした 第六クルー七組目の公開調教です。内側にいるのが二百八十八番。星の金貨二千十三メスアグネスデジタルの三区五十九キロ。外が二百九番トゥルービューティー二千十三メスディープスカイの三区。五十九キロでの騎乗です。 今残りサンハロンの標識を通過した2頭、内側に288番、星の金貨2013、外、209番、トゥルービューティー2013です。 2と並んでいます内側からわずかに288番「星の金貨2013」前へと出ていきました第6クルー7組目の公開調教でしたタイムです288番フタハロンからが11秒5 8トハロンが10秒38 二百九番フタハロンから十一秒五五、ヒトハロンが十秒五零でした。第六クルー八組目に参ります。いい第六クルー八組目。 内側には百十八番キャッスルローズの二がいます。オスアンミラーレの三区七十七キロで騎乗。外は百九十五番ジーガートップランの五。オス鈴鹿マンボの三区。こちらは六十九キロで騎乗しています。 馬場の真ん中を2頭が通ってこれから4コーナーへと差し掛かります内118番キャッスル・ローズの2外195番ジーガートップランの5スピードが上がります、うん、内側118番キャッスル・ローズの2です 外側195番ジーガートップランの後懸命に巻き返しを図ります今ゴール第8組が終わりましたタイムです118番フタハロンからが11秒59ヒトハロンが11秒09 195番フタハロンからが11秒94ヒトハロン11秒16でした 続きまして、第六クルー九組目の公開調教です。内側にいるのが四十六番です。リーサ十三。メスゼンノロブロイの三区五十九キロ。外側七十五番ワディラム十三。 オスワークフォースのサ区ク64キロで基乗です。第六クルー九組目の公開調教でございます。 まもなく残り二ハロンの標識、今通過第6クルー、9組目の公開調教、外側から75番のワディラム13、出ていきます最後まで75番が先着。 第六クルー九組目の公開調教でした。タイムです。四十六番フタハロンからが十一秒九一、ヒトハロン十秒九七。七十五番フタハロンから十一秒四五、ヒトハロンが十秒九三でした。第六クルー十組目の公開調教へ移ります。 さて前にいるのが84番後になっているのが258番こちらが84番ですそしてこちらが258番今合流しました258番が内側になりますハートライン2013オスティンバーカントリーの3区5 6キロで騎乗84番はアーミーリニア2013オス BB ビービーガルダンの3区 五十九キロで騎乗します。今ようやく三コーナーに差し掛かる二頭です。二百五十八番内ハートライン二千十三。八十四番外アーミーリニア二千十三。 これからコーナーを回って。直線へと向かっていきます。ハロンボーが近づいてきました。ペースが上がります。外側八十四番アーミーリニア二千十三。うち二百五十八番ハートライン二千十三です。ババの外目へと二頭が出ていきました。 2と並びますわずかに打ちか258番ハートライン2013ずかに先着しかし大きな差はありませんでした258番のタイム2波論から11秒561波論は10秒5784番11秒6010秒61でした 続きまして、第六クルー十一組目の公開調教です。内側に二百八十七番、外に百九十九番です。二百八十七番、ラブリーマンボ、メス、鈴鹿マンボの三区。六十五キロで騎乗しています。外側百九十九番、シーディザーブスの十三。メス、コンデュイットの三区、六十キロでの騎乗です。 まだ二頭はゆっくりと向こう上面直線。これから三コーナーに入ります。うちにいるのが二百八十七番ラブリーマンボ外が百九十九番シーディザーブスの二千十三です。 3コーナーの出口でピッチが上がりました残り2ハロンタイムを計られています内287番のラブリーマンボ外199番のシーリザーブスの13足色は互角でしょうか内側から287番がわずかに先着です タイムです。二百八十七番フタハロンからが十一秒四九、ヒトハロンが十一秒一六、百九十九番フタハロンから十一秒六一、最後のヒトハロンは十一秒一四でした。続きましては。 第6クルー12組目の公開調教ですコース内と外別が書いてございませんけれども内側に255番外側に224番が登場してまいりました255番ハピネスみゆき25オスドリームスプレッド3区4 4キロでの騎乗です外トップロンシャン2013スサウスビグラスの3区 この馬は五十九キロで騎乗です。<laughs> 第六クルーの十二組目馬は早くも三四コーナー中間です。 まもなくタイム計測ポイント残り4 0 0ルの標識に差し掛かります内に255番ハピネスみゆき外に224番トップロンシャンが今並びかけていきましただいぶスピードが乗っています内に255番ハピネスみゆき25外224番トップロンシャン2013 ほぼ並走のままゴール。タイムです。二百五十五番フタハロンからが十一秒六九、ヒトハロンが十秒四零。二百二十四番フタハロンからが十一秒六六、ヒトハロンが十秒三一でした。 第六クルーの十三組目に入ります。十三組目。内が二百六十五番、外が百四十四番です。内が二百六十五番、フローラルウィンドの二千十三、メス、ファルブラブの三区、金量は五十七キロ。外が百四十四番、オリオンザレモン二十五、メス、オンファイアの三区、金量は六十キロです。 ゆっくりと三コーナーに差し掛かってきました。内が二百六十五番、外百四十四番です。<music> さあ、スピードをつけてきました。 継続開始です4コーナーから直線に向かってきます内が265番フローラルウィンドの2013そして外が144番オリオンザレモン25わずかに外が前に出たか内も気煙をつけているさあしかし外の方が伸びてきたか1馬身ほど先着しました外144番が先着そのあとが265番です タイムをお伝えします。二百六十五番はフタハロン十秒八五、ヒトハロンが十一秒一零。百四十四番はフタハロン十秒八八、ヒトハロンが十秒九四でした。トレーニングセールの公開調教第六クルー十四組です。 うちエクストラニュース2013112番外227番セレクトレディ25です112番エクストラニュース2013はオスファルブラブの3区53キロ227番外を行きますセレクトレディ25はオスファスリエフの3区金量は60キロです 第十四組。内が百十二番、外が二百二十七番です。計測開始です。外の二百二十七番が。前に出ていますか。四コーナーで並んできました。直線に入ります。 内が百十二番エクストラニュース二千十三外二百二十七番セレクトレディ二十五内から抜け出したか百十二番外から二百二十二番セレクトレディも足を伸ばしてきますわずかに百十二番先着でしょうかその後二百二十七番ですタイムをお伝えします上場番号百十二番は二ハロン十二秒七八一ハロンが十秒八で 上場番号227番はハロン12秒8 9ハロンが10秒88でした。 十五組目に入ります。前を言っているのが外二百十一番、後ろからやってきたのが百六十一番です。うちからご紹介します。百六十一番、ゴンゴーアンゲルスの二十五メスエンパイアメーカーのサンク金量六十七キロ。外が二百十一番です。第一ボタン二千十三メスブラックタイドのサンク金量は六十七キロです。 ゆっくりとフォ進めてきた二頭ですが、三コーナー、四コーナーとの中間地点に向かって少しずつ足を早めてきました。四コーナーに入っています。計測スタート。うちが百六十一番コンゴーアンゲルスの二十五、外二百十一番第一ボタン二千十三です。直線に向かってきました。 外二百十一番優勢か。わずかに前に出たが二百十一番、うちが百六十一番です。一馬身ほど抜け出したが二百十一番。そのままゴール盤前を通過していきました。前に出たのは外二百十一番、うち百六十一番と続いています。タイムです。百六十一番が二ハロン十一秒四六、一ハロン十一秒二四。 上場番号211番は2波論11秒301波論が10秒82でした第16組です内が156番 ービースパイダー2013メス名称ボーラーの3区金量は6 1キロ。外が101番ですエアブリエ2013ス、カンパニーの3区金量は6 1キロです内が156番外が101番第6クルー第16組です 4コーナーから直線に向かってきますうち156番 KB スパイダー2013外101番エアブリエ2013ですうちの方が抜け出したか156番抜け出したか外101番気合いを入れて差を詰めてきますさあ差が詰まってくるかわずかに156番先着その後101番です 156番はフタハロン11秒49、ヒトハロンが10秒75、101番はフタハロン11秒56、ヒトハロンが10秒84でした。 続いて第17組の前に137番と246番の公開調教を行います17番の前に137番246番137番と246番によります公開調教を行ってまいりますまず137番うちですカントリーバッハ2013推す金ひきりの3区騎乗者が変わって井上俊彦5 9キロです そして外が246番名村ラピスの2013メスバーミリアンの3区6 5キロです137番と246番合わせ馬で公開調教を行ってまいります17組の調教はこの後に行ってまいります 第六フルー、十六組と十七組の間に二頭の調教が入りました。百三十七番と二百四十六番です。四コーナーへと入っていきました。計測スタート。 うちが137番カントリーバッカー2013外246番ナムララピスの2013直線ですう内137番リードを広げるか外から気合を入れて246番差を詰めてきますさあ前が変わるか26446番わずかに先着246番先着その後137番 タイムです。百三十七番フタハロン十一秒三零、ヒトハロンが十一秒零八。二百四十六番はフタハロン十一秒三六、ヒトハロンが。十秒九六でした。それでは予定表に戻ります。十七組目に入ります。 第6クルーの第17組内が173番シルクシャープネスの25オスアドマイアオーラの3区金量7 0キロ外、やや前を行きます200番シルクファビラスの25オスブラックタイドの3区金量こちらも7 0キロです。 2頭並んでスピードが上がってきました4コーナーに入りますまもなく計測スタートうちが173番シルクシャープネスの25外200番シルクファビラスの25直線コースに向かってきましたほぼ並んでいますラストヒトハロンまだ並んでいますう内173番外200番わずかにう内173番が抜け出してきたかここでゴール盤前 百七十三番が先着。わずかな差ですが、二百番が後に続きました。タイムをお伝えします。百七十三番が二ハロン十一秒五八。一ハロンが十秒八九。上場番号二百番が二ハロン十一秒六六。一ハロンが十一秒零四でした。 第6クルー第18組です内が197番鈴鹿モンスーン2013メス黒クネ3区金量は5 8キロ外が228番ですセルリアンブルー2013スマンハッタンカフェの3区金量は5 8キロです ゆっくりと二頭が三コーナーに入っています。第六クルーの十八組目。六百を通過しました。徐々にペースが上がってきますか。内が百九十七番、そして外が二百二十八番です。 計測スタートさらにスピードが上がって直線に向かってきました内が197番鈴鹿モンスーン2013外228番セルリアンブルー2013です内前に出たか197番前に出たか外の方から差を詰めてきます228番さあ前が変わるか最後は外わずかに変わったか228番そして197番 タイムをお伝えします。197番はフタハロン12秒1 4ハロンが10秒95228番はフタハロン12秒3 2ハロンが10秒77でした。 第6クルーの19組です。内が294番おへその宝物の13雄、中山フェスタの3区金量は59キロ外が299番ですフォレストメリーの13雄、ブラックタイドの3区金量は63キロです。 3 4コーナーナの中間地点を過ぎていきます内が294番外が299番です計測スタート馬場の内側を通っていきます2頭直線に入りました内が294番おへその宝物の13外が299番フォレストメリーの13ですかなり差が開きました294番が前にいます そして離れて299番、大きくリードを広げて294番が先着、その後299番が続きました。タイムをお伝えします。294番が二ハロン13秒32、一ハロン11秒78。299番は二ハロン13秒94、一ハロンが12秒30。 第6クルー第20組です45番と247番の公開調教うちが45番ですリボンキッスの25オスオンファイアの3区金量は6 2キロ外が247番です西のピクチャー25メススタチュー・オブ・リバティの3区こちらの金量は6 5キロです 4コーナーに入って計測が始まります外が247番内が45番ですやや外リード直線に入りました外西のピクチャー25内が45番リボンキスの25です外が前に出ました247番45番懸命に気合を入れて差を詰めようとしています しかし二百四十七番そのまま先着しています。タイムが出ました。四十五番は二ハロン十一秒七零、一ハロンが十秒六一。そして二百四十七番は二ハロン十一秒五零、一ハロンが十秒五九でした。 21組目です内が261番尾行ガイア2013スホワイトマズルの3区金量は5 7キロ外が270番ですビジューブリアン2013スゴールドアリュールの3区金量は5 7キロです、はい、第6クルーの21組目 スピードが上がって計測もスタートしました内が261番美高外野2013外270番ビ美重ブリアン2013です直線にすでに入っています外がわずかに前に出たか270番前に出ています内から盛り返すか261番さあ外270番リードを保っている261番 ほぼ場材を合わせるような形でゴール前を通過していきましたわずかに外270番前に出ていたでしょうかタイムです、261番フタハロンが11秒52ヒトハロンが10秒44270番はフタハロン11秒45ヒトハロンが10秒41でした。 221 22番と167番の公開状況前を行きますのがうち221番ですターフティファニーの25メスサムライハートの3区金量は7 0キロ外が167番ガーネット尾二2013ス名勝ボーラーの3区金量は6 6キロです。

さあ2頭並んで直線に入ってきましたうち221番ターフティファニーの25外は167番ガーネット・ビコ二2013ですわずかに外前に出たか内から221番を盛り返すさあ2頭並んでいるさあまた外167番抜け出したところでゴール番前です167番221番の順でゴール番を通過していきましたタイムです 221番はフタハロン11秒9 2ハロンが11秒29そして167番はフタハロン11秒9 6ハロンが11秒17でした予定表の 23, 番に23組に予定されていた2頭はすでに調教を終えていますので24組に移ります 二十四組二百六十四番と百十一番による公開調教です。内が二百六十四番です。ベルモントエルメス二十五オスサムライハートの三区金量は五十八キロ。外が百十一番です。エスケイチャーミー二十五オススパイキュールの三区金量は五十八キロです。 なお、この後もう一組公開調教がございます。この後もう一組公開調教がございます。これからご覧いただくのは24組目264番と111番による公開調教です。 4コーナーナのカーと入っていきましたまもなく計測ポイント、今通過、内が264番、ベルモントエルメスの25、外111番、SK チャーミーの25です、まだ並んでいるか、内からわずかに抜け出したが264番、さあ、外から111番も差を詰めるか、それぞれ気合いが入りました、264番、わずかに先着です、111番と続きました。 タイムです。二百六十四番はフタハロン十一秒七二、ヒトハロンが十秒四九、そして百十一番はフタハロン十一秒七七、ヒトハロンが十秒五二です。<laughs> 第六クルー、最後の公開調教です。二百三十八番による単走です。第六クルー、最後の調教は二百三十八番による単走です。 ヒシアリア家2013メスマンハッタンカフェの3区金量は60番ですトレーニングセール公開調教最後のエントリーです238番ヒシアリア家の2013 気合を入れてスピードが上がってきました。すでに計測ポイントは過ぎています。四コーナーから直線に入ります。二百三十八番。七有明二千十三。再び気合が入りました。ラスト一カロン。二百三十八番。今ゴール板前を通過していきました。 今ご覧いただいたのは菱有明2013の公開調教単走で行われましたタイムが出ます上場番号238番フタハロンが10秒86ヒトハロンが10秒85でした第六クルーまですべての公開調教が終わりました